3月20日と21日、市中心部で第4回浜松よさこい祭りが開催されました。この祭りには全国から60団体、およそ1750人が参加。梶町通りや JR 浜松駅北口の北らなど、8つの会場で日頃の練習の成果を披露しました。毎年春に開催されるこの祭りは、年々参加者が増えており、浜松の発展や全国各地の踊り子と地域住民との地域間交流、浜松中心市街地の賑やかしを図るなどの目的で、熱のこもった演舞が披露されました。各会場では踊り手をはじめ、旗振りや声出しなどチームワークの取れた踊りに、観客らは盛んに写真を撮ったりビデオに収めたり、満足そうに言い入っていました。歩行者天国となった梶町大通りでは演舞の審査も行われ、21日の夜には結果が発表され、優勝グループによるファイナル演舞が行われました。参加したチームはそれぞれ趣向を凝らしたハッピーや着流しに身を包み、よさこい踊りではおなじみの鳴子などを手に個性的な踊りを披露。15人から80人で構成されたそれぞれのチームは、踊りの中に地域に根ざした曲や民謡のフレーズを取り入れるなど、地元を意識した表現を盛り込んでいました。参加者は踊る喜びを体いっぱいに表していました。浜松からも8つのチームが参加、浜松祭りの激練りをアレンジしたり、うなぎの舞を披露するなど、観客の声援に応え力いっぱい演舞していました。さて、夜には審査結果の発表。浜よさ大賞には東海全域から参加したごちゃ舞が見事栄冠を獲得。準大賞となる浜松市長賞は東京ののんべえが選ばれました。表彰式に続き、受賞者がその見事な舞を披露。祭りのフィナーレは参加者総出の乱舞で締めくくり、ほとばしるエネルギーが会場いっぱいに広がっていました。市中心部が華やかで熱い踊りに包まれた2日間、元気な浜松が発信されたお祭りでした。